これにした決め手っていうのはね、もう見た目です。はい。はいどうも、中翔チャンネル中川翔司です。いつもご視聴ありがとうございます。先日の動画でもお知らせしたんですけども、この度本格的に映像クリエイターとしてお仕事をさせていただくことになりました。ありがとうございます。頑張ります。それに伴いですね、ガジェットをですね、ヨドバシカメラで爆買いをしてきたんですけども、今日はその爆買いガジェットの中から一つ、ご紹介したいなと思って動画を撮っております。はい。では、本日ですね、ご紹介したいガジェットはこちら。見えてる？はい。そうかな？見えてますかね、これ。ちょっと反射してますけど。ZV1のWEEBILL S です。イェイ！はい。あれですね。ジンバルです。はい。で、こちらのジンバルなんですけど、WEEBILL S は多分昨年に発売したのかな？最新のものではないんですけども、今回ね、今これですね。いいですね。このカメラ。ソニーの α6600 ですね。あと、レンズが、シグマのね、16mmF1.4。これをね、一緒に買いまして。まあ、これが一応メインな感じで、他にもレンズ買ったんですけども、これをメイン機として今使ってるんですけど、それに合うジンバルを買いましたと。そういうことになりますね。はい。でジンバルはですね、僕はもともと、これですね。1個持ってるんですけども、ZV1のクレーン M2 っていうすごいコンパクトなジンバルを持ってるんですけども、これはどちらかというとコンデジですね。ソニーのね RX100M7、 今話題のね ZV1 の1個前の形って言ったらいいのかな、これに合わせて僕いつも使ってたんですけども、今回の α6600 ミラーレスのカメラになりますので、それにはちょっと重量オーバーになっちゃったんですよね。なんで、ちゃんと、ね、ミラーレスでも使えるジンバルが必要になりまして、これを購入したということになります。はい。でね、ジンバルって、めちゃくちゃ容器あって、どれもいいんですけども、迷いましたね。どれも一長一短ということで。で、今回も、やっぱり、カメラのことといえば、毎回言ってますよ、僕。ヒカルのノースランドチャンネルさんですね。ヒカルさんの URL も概要欄に貼ってきますね。ヒカルさんがレビューしてるジンバルから選ばさせていただきました。なぜ WEEBILL S にしたかという、最終の決め手っていうんですか、これにした決め手っていうのはね、もう、見た目です。はい。めちゃくちゃかっこよくないですか、このメカメカしい感じ。ちょっとね、ジンバルって、こう、なんていうんですか、この細長い、こういう縦長なね、イメージがあるじゃないですか。これは、なんなんでしょうかね、こう、持ち方が、これは、まだ開けてないんであれですけども、これ、ここっすよね。この部分。ちょっとね、持ち方がちょっと違うんですよ。で、しかも、ミラーレス対応なのに、ちょっと今、片言になりましたけど、ミラーレス対応なのに、こんなね、コンパクトなっていうのをね、やっぱりね、もう、まあ荷物っていうか、ね、かさばるのは仕方がないと思うんですけどね、できる限りコンパクトにしたいっていうのが、やっぱり僕のテーマがありまして、なるべく小さいやつ。で、しかも、まあね、こっちもね、こんな感じで、すごい小さいんですよね。なんで、この WEEBILL S に決めました。はい、ということで、こちら WEEBILL S をですね、開封して、セッティングして、カナボンとちょっとお出かけしてみたいなと思っております。それでは行ってみましょう。よし。じゃあ、開けていきましょう。いきましょう。いつもの苦手なやつですわ。くぅ。これなんでこれいつも。こうピッて切った方がいいのかな。ペリペリ。よし。それでは、オープン。できない。ゆっ。オープン。いえ。どうも重たい。オープン。あれドーンゼーンジュン。それではオープン。ちょっと机片付けろって感じですね。これハードディスクあります。 SSD。 まあいろんなレビュー屋さんがいっぱいね、もう紹介してるんで、この辺はもうザザッといきたいと思います。はい、まず本体。あ、結構重いですね。あ、でもコンパクト。うん、ほらほらね、M2 に比べて、フレーム2に比べても、そんなに大きさ変わんない。これはプレートですかね。はい。ビーズプレート。違うか。お、これも結構重量感ある。ここに押せるやつですよね。はい。確かほんで、これが、2層式になってるんですよね。外せて、これ。ね、二層式。これ確かマンフロットかな、マンフロットが下で、上がアルカ水素互換ですね。これをこう、ここにね、なんか多分乗せる感じになったと思いますね。バッテリーですね。これがバッテリーですね。こう、充電式のね。で、これが三脚なんですよ。これなんですよね。こいつがね、また言いますけどもね、これがね、なかなかいい仕事するんですよね。はい。で、まあ、ケーブル類。タイプ C。タイプ C ですよね。で、これをね、各カメラに対応したタイプ C だったりとか、マイクロ USB だったりとか、各カメラに対応できるケーブル類。すごい親切。いっぱい入ってますね。はい、こんな感じでプレートを取り付けました。そうですね、これちょっとこのちっちゃい方でちょっとかさ上げする感じですね。そうすると、ここのレンズと干渉しないという、そういう構造になってますね。はい。で、その先ほどの2層式のやつにこれに、と、ガチャンと。大体バランス取れました。はい。細かいバランス調整はね、ヒカルさんの YouTube ページを見てもらえれば、一発でわかります。ちょっと割愛させていただきますね。まあまあ。まあ、たくさんの方やってるんでね、その辺はちょっと割愛させてもらいましょう。じゃあ、取りに行ってみようと思いまーす。ああ、びっくりした。怒られた。なんかでもいいよね。良い感じ。下町感があって。お、ここっすね。ここです。あ、車入った。いいね、アイスまんじゅう。そのこの子の思い出らしいんですよ、この店が。思い出のアイスまんじゅうで何軒かあるじゃないですかここに。そこのアイスまんじゅうが、昔食べた記憶のアイスまんじゅうがどのお店のやつかわからなくて、それを探そうと思って。でもやっぱ夏食べた思い出なんですよね。15年ぐらいかなと。はい。70年。これがじゃあ一番あれですね。食べ応えがありそうな気がする、僕は。これ買った？これ。買った。ダイナー。6本これ。ね、こっちはね買ってなかったね。なら。まあいいや。次来よう。次かな。ありがとうございます。すみません。ありがとうございました。はい、また来ます。ありがとうございます。ありがとうございました。次は今のが末広さんで、もう一個新栄堂さんってのがあるんですよ。食わないね。食わないよ。みたらしも買いたいんやけどな。いけるかな。アイスとの相談やね。アイス結構買ったんちゃう？アイス結構買った。まあけど確かにあれ、須田まさきも食べたアイスまんじゅう。神田まさきちゃうで。須田まさき何しに来たん？なんか映画のワンシーンでこのアイスまんじゅうを食べてますみたいな。へえ。なんかそれでお取り寄せしてますとかって書いてあった。そうなん。いいやん。うわ、この丸い棒やった気がするの。お腹壊すなこれ。いやでもこっちは？こっちがみかんで、こっちがパインで。まんじゅうやろやっぱり。アイスまんじゅう。こっちが思い出の方。多分。なんかよかった。いっぱい買ったでしょ。アイスマジック150円、アイスフルーツが120円です。うん、ありがとう。 OK、あった。これは何本食べる？4本。6本。楽しいやつ。楽しくなるやつだよこれ。しぐれうとるよ。焼きハマグリ。なんかどっかハマグリ作った分食べさせてもらえるとこがあるんやって。そうなん？うん。結局何本買ったの？ラッパ。買い物は寺町通りで。はい、動画見ていただきましたけどもいかがだったでしょうか。ちょうど仕事は終わった感じで、職場ですけども撮るタイミングがなかったのでこれ撮ってます。まあそういう感じで今回はかなぽんと出かけたんですけども、ジンバルはですねクラブケイオスの YouTube チャンネルの方でもいっぱい使ってますので、ぜひねそちらの映像も見ていただきたいなと思っております。はい、そんな感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。またチャンネル登録グッド評価もよろしくお願いしますということで、以上中翔チャンネルでした。次の動画でお会いしましょう。またね。